こんにちは。天馬アカデミー堀秀夫です。今、バリ島に来てるんですけどね。明日3月17日、ニュピ、ニュピってなんだろうと思ったらね。まあ、えー、元旦であると。ヒンドゥー教の元旦。バリ島で一番の大切なイベントだそうです。でこの日は、一日中空港や港、宿を含めほとんどの施設が閉鎖され、観光客も外出できない。 ホテルに閉じこもりっきり。で、ホテルの外のね、電気もなし。で、えー、電気を出すようなものは、えー、早い時間。もう午後3時とかね、そういう時間に終了という形で。まあ、もしかするとね、えー、Wi-Fi も休みで、えー、インターネット接続できないかもしれないと。まあ、仮に接続できてもみんなホテルにいるわけですからね。接続できたとしたら、まあ、少なくともホテルの回線は使い物にならないだろうなと。で、当然モバイル持ってるんですけど、 まあ、モバイルどうなんだろうと、ね。だって暇だったらきっとネットやる人増えると思うんでね、えー。ただでさえ、ここ、えー、今ジンバランなんですけど、ジンバラン、ネット接続の状況悪いです。ね、サヌールはまだマシで、ウブドひでえなって感じだったんですけど、えー、ジンバラン、ウブドより、まあ、このホテルのせいなのか、えー、ウブド、えー、ジンバランのせいなのかわかんないですけど、何しろネット接続は良、えー、くないです、まあ。そんなわけでね、 えー、明日午前1時3月17日午前1時から翌、えー、明けて18日の午前1時まで、ね、連絡が取れなくなる可能性があります、ね、急ぎの質問があれば、まあ、本日中にしてください、ねまあ、土日で休みで作業しようという場合にはね、えー、土曜やる作業の確認、えー、あるいはね、えー、これがわからなかったらどの辺の動画とか記事を見ればいいかというのはその前にご質問をお願いします まあでもね、そんな24時間連絡取れなくても、24時間後にね、連絡取れるんで、まあ大したことはないと思いますし、幸い土曜日なのが良かったなという感じですし、プラス、モバイル Wi-Fi でなんとかなるだろうと期待してます。まあね、えー、お、花粉飛び出しちゃうよと。ね、オーストラリア FBA 始まんないし、花粉飛ぶ前にどっか行こうと思って慌ててね、 えー、バリ島を久しぶりに20年ぶりに見てみようと思ったらねまんまとこのニュピという、えー、イベントにぶつかりました、まあ、そんなのにぶつかったのもあってね、えー、この時期のバリ島は、えー、どうだろうというのもあってね、えーまあ、ビーチリゾートどこがおすすめか、まあ、以前来た時とね物価の変動等を合わせると、まあ、正直バリ島はねあんまりおすすめじゃないなという感じなんでね、えーまあ、春休みに 子供1人、あるいは、ね、子供2人のご家庭で、えー、春休みしか休めないというシチュエーションだとね、えー、どこがいくらで行けるのかというのを撮ってみました。ねまあ、旅行の話なんでね、えー、どうせ旅行行かないよとか、えーまあ、それ該当しないし、ビーチあんま好きじゃないという方はね、ここから先は全然見ても、えー、つまんないんで、もう動画ダメでスルーしてください。まず ま、20年ぶりのね、バリ島どう変わったか。物価高くなった。はず。ね。何しろ20年前なんでね、記憶が定かじゃないんですけど、えー、なぜバリ島に20年前にね、2、3回来てたんですけど、なぜ来てたかというと、まあ、何しろホテルがすごい安かったんですね。えー、多分 1>, 1泊換算2万円しなかったと思うし、下手したら1万円しなかったのかもしれないですね。で、しかもビジネスクラスの飛行機も安いということで、えー、バリ島に来て、えー、グランドハイアトとかインターコンチとかね、えー、まあ、5つ星ホテルで泊まって、まあ、ほぼホテルから出ないと。何しろ、初めに来た時ね、デューティーフーリーに行ったらあまりにもスカスカで何も買うもんがなくてね、えー、これはダメだねということで、もうバリ島来て、 買い物行ってもしょうがないねということでね、それ以降はもうホテルにこもりっきりっていう形で過ごしてました。まあ、プールでね、えー、日焼けしてプールちょこちょこ入って。まあ、あの時、日焼けしたのが今のシミの原因なんだろうなっていう若干の後悔はあるんですけど、まあ、もとい以前は物価、えー、高かった、あ安かった。でも今高いと。ね。えー、リッツ・カールトン。えー、この春休みに泊まると、7泊で4580ドル、約50万円。 1>, 1泊7万円ですね。何ら、ホノルルと物価変わんないですね、えー。で、いやいや、リッツだから高いんでしょうって感じなんですけど、そうでもないですね。えー、グランドミデアージも高いですし、以前安いなと思って泊まってたね、グランドハイアットバリも高くなってます。でね、えーまあ、以前はほとんど、ね、外出しなかったんですけど、今回はね、 いろいろと、サヌール、ウブド、ジンバラン、レンボンカンとスミニャックといろいろ行くし、この街中を見てみようと思ったんですけど、実は以前のこのホテルにこもりきりっていうのがね、えー、私なりにはかなり正しい過ごし方だったんじゃないかなと。えー、何しろね、散歩をしたり、まあ、マラソンに出ようと思ってトレーニングと思ったんですけど、まあね、歩いてても晴し飼いの犬にね、ギャンギャン吠えられて追いかけられますからね。これ走って たらもしかしたら噛まれるなという感じでね、全く走れません。これ海にもどこ行ったって話しがいの犬がいますんでね、まあ、少なくとも動物犬、犬好きじゃなかったら全くお勧めできないですね。えー、で、えーまあ、犬のみならず、ね、歩道ないですから、バイクや車にもひかれそうになります。まあ、正確には歩道のある道も一部あるんですけど、ほぼほぼ歩道ないですね。で、車幅も狭いんで、まあ、ほぼ、うん えー、歩いてるとね、車とかバイクのやつは何歩いてんだよって感じですね。嫌がらせにちょっと引っ掛けられたりね、えー、ぶつけられることがないとは限らないという雰囲気を感じるんでね、まあ歩くのも進まないと。そうするとね、勢いタクシーとか、えー、あるいはね、えー、レンタルバイクとかですけど、まあ、免許。 あそうそう、免許なんてね、えー、日本だと免許がない人運転してるって言って大騒ぎしてますけど、えー、ビーチリゾート、免許なくたって車とかバイク貸すのは当たり前なんでね、えー、免許なんか持ってなかったり、普段乗ったことないとか、自転車しか乗ったことありませんって人がバイク乗ってますからね、そこを一緒になってバイクで走る、えー、そこまでしてどっかに行きたいってこともないんでね、ホテルの近くまで無難に過ごしてました。でね、 アプリでグラブとかウーバーを使えばね、安く使えるかもしれませんけど、まあ、普通にタクシーを呼ぶとタクシー代高い。ホテルが1泊3000円だとすると、タクシーでぼったくらいとすんごい時間までも3000らえますからね。まあ、そう考えるとね、移動もしにくいと。まあ、で、お腹壊しやすい。す、え、で、ー、に滞在 2, 2週間と3日ですけど、まあね、えー、何ら生もんとか、 食べててないのにお腹が2回焦がしてますからね、まあ、やっぱり胃腸の弱い人にはバリと合わんなと、ね、私胃腸弱いんでねバリと合わなかったんだというのがね今回改めて痛感しました、まあ、もしまた何、ね、かの間違いでバリと来ることがあったら次回はやっぱちゃんと5つ星ホテル泊まってね、えー、ホテルにこもろうと思いますでも逆にホテルこもるのかいと、ね、だったら別に バリ島じゃなくてハワイのがいいんじゃないかなと思ってね、改めてハワイと比べてみました。やっぱりね、いろんなビーチリゾートありますけど、いろんなビーチリゾート行くたびにね、日本から行きやすいビーチリゾートだハワイがね、やっぱ圧倒的最強だなという気がします。アジアの海はね、えー、人気がないうちは綺麗ですけど、ちょっと人がね、増えたり、人気が出てくるとあっという間にね、ゴミだらけになって汚くなりますからね。 まあそう考えるとね、うん。まあ、バリの海はすごい残念な感じですね、もうね。ハレグナに、高え高えと思ってたハレグナにもね、リッツ・カルトンより安いんですね。これだったら、リッツ・カルトン、バリ止まるわけねえじゃんって感じですよね。で、なぜかトランプが高いと。うん。まあね、トランプがハレグナによりとは高いなったら全く止まりきしませんけど、まあ、トランプ高いですね。で、えー、アウトリーガー。 あたりだと、まあ、2500ドル。ねえー、27万円だから、えー、そうですね、4万ちょいですね。えーまあ、はピークの時期、ね、日本の春休みってハワイね、ピーク、日本の長い休みってハワイ高くなりますからね、ピークで4万円くらいなら、やっぱハワイいいなって感じです。まあ、ただ弱点も当然あって、まあ国券高くなります。 安いとき行けば23万で取れるんですけど、もうその春休みとかね、ゴールデンウィークとか年末年始とか夏休みは、まあまあ、40万以上するのはしょうがないって感じですね。で、意外に思うかもしれませんけど、まあ、ビジネスクラスに乗って五つ星ホテルに泊まるリゾートライフが好きな場合、ハワイの物価が一番リーズナブルであると、ね。需要があるから高いのかっていうと、ある程度需要がないと値段が落ちないんで、 えー、例えばね、えー、バリとかプーケットではシャンパンとかワインの選択肢が驚くほど少ないと。ねえー、ドンペリかモエーシャンドンしかないとか、そんなノリでね、で値段もね、えー、日本の5倍ぐらいしますんでね、でその2つしかしかも選択肢がないで。その飲み物あったけど、それと一緒に食べてね、えー、嬉しいような食い物もないと、えー。もしかしたらね、リッツカルトンならあるんかもしれないですけど、そうすると5倍じゃなくて値段10倍になって、えー、な,んかなんかどうしたのと。 いいう値段になると思います一方、ねえー、プーケット、プーケットも久しぶりに行ったんですけど、プーケットもやっぱ高いんですよね。そういえば高かったなと思って、別に5つ星ホテル泊まってないですけど、5つ星泊まったらどうなんだろうと思ったら、やっぱりプーケットも上がってると、ねえー。アウトリガーで比べても高いですし、上がってますよね。でそうなってくると、私がそもそもなぜ、 ほぼ海外しか行ったことないのか日本の沖縄も去年かな、一昨年かな、初めて行ったぐらいで、えー、海外だと23か国かなんか行って、まあ、渡航歴は多分100回ぐらい行ってますけど、国内旅行はほぼしたことない、なぜなのかというと、まあ、20年ぐらい前、旅行行ったところはね、国内に比べると国内のホテルってすごい高くて、で海外の方が安かったと。 だったらね、海外行っちゃおうって感じで海外に行ってました。まあ、ところが今ね、逆転してるんじゃないかなと思って、やっぱ逆転してますね。国内のが安いと。ね、特にここ最近ね、初、えーまあ、めてのように国内旅行をたまに行くんですけど、まあ、秋田っていうのも去年初めて行きましたしね、沖縄もまあ去年こととし初めて。で、まあ今後機会があればね、四国だの、和歌山だの行ったことないところも行ってみようと思ってるんですけど、やっぱり安いですね。 でまあ、今、旅行して一番割安感を感じるのは日本だと。ねえー、特に東京、大阪、福岡の大都市の、ねまあ、ホテルの安さと、まあ、食事の安さを感動的ですらあるという感じです。まあ、ホテルはね、まあ、その春休みとか夏休み、ゴールデンウィークは高くなっちゃうところもありますけど、まあ、そこを避けて、ね、別にあここ安いからこう旅行行こうという感じで旅行行ける、えー、シチュエーションだと非常に安いと。 で食事っていうのはね、いつ行っても、その、まあ、ある程度美味しいと言われてる店でも、まあ、下手たら3000円ぐらいで大満足とかね、えそんなの海外だと考えられないですね。そんなわけで、ね、この春休み、3月28日から4月4日までの1週間で旅行すると、限定すると、コスパを考えると、今、一番のおすすめは、沖縄の石垣島、ね、えー まあこの時間、この期間ね、私は北海道行ってますけど、石垣島、いいですね、これね。クラス J で旅行して、ハイムルブ市に泊まって、親子3人で47万4600円。ハワイの場合、これがホテル代になりますんでね、プラス航空券代金がかかると。ハワイもプーケットもバリとも一緒ですね。バリとプーケットはまあおすすめじゃないですけど。 でねえー、まあクラス J なんですけど、これね、まあ1回乗ってね、うん、まあどうだろうという感じでね、えー、どうだろうと思ってたんですけど、やっぱり予約時にこれが取れるっていうのはいいですよね、えー。特に親子3人とかで行くときは、えー、アップグレードできますかって言って、3人アップグレードできるわけもなく、よくありがちなね、まあ1人だけ、えー、子供エコノミーに残したとかいうのもね、まあ かわいそうな気がするんで、そうなるとね、初めからクラス J で3人取れるというのはね、いいですね。で、大好きなアナ、石垣は高いみたくてね、えー、全然競争力のない金額になっちゃうんで、アナは石垣はダメだと。春休み石垣は全然ダメでした。で予算が許せばね、そうすると旅行いつでも行けるわけじゃないという場合はね、やっぱハワイがおすすめだなという感じです。 ただね、さすがにハワイビジネスクラス、1人40万、3人で120万、えー、ホテル合わせて170万、ね、で食事すれば200万を超えるんで、まあ、そこまで行くと、まあハワイに行ってみたいなエコノミーでもいいんじゃないかなと。ね、えー、3人並べて座ればそんなにね、えーまあ、窮屈ですけど、まあ、そんなに嫌なこともないだろうし、まあ、ハワイにエコノミーで行くってのも一つの手かなと。 でもビジネスどうしても乗りたいと。まあビジネスクラス。まあ確かにバリとかプーケットだと同じ金額で中華系のねビジネスなら乗れます。ただ滞在先での満足度とかを考えたら、えー、私はね、えー、リゾート行くのになんでわざわざエコノミーに乗るんだろうと、ね、思ってたんですけど、まあ、こう並べて考えてみるといやエコノミーでハワイに行くねと思いましたね。 でまあ、ただ、えー、そこまでせずとも、ね、石垣島いいじゃん。で、いいじゃんというか、石垣島すごいいいんじゃないのかなという気がするんでね、まあ、次回ビーチリゾートね検討する際は、石垣を第一候補に検討しようかなと思いました。そんなわけでね、えー、後半はそのビーチリゾート、どこがいいという話ね、まあ、ビーチリゾートに ね、ピンポイントで行こうとかね、好きな方以外には全く響かない内容ですけど、ただね、えーこう、こうしてビジネスだの、エコノミーだの、ホテルだの、並べて比べるのも面倒なんでね、えー、この記事が、えー、ビーチリゾートの旅行の際には役立つんではないのかなと思いまして、シェアさせていただきました。以上、天馬アカデミー堀秀夫でした。